アジア地域協力連合は南アジアの福祉増進と生活水準向上を図り経済的成長社会進歩、文化発展を進めるため1985年に創設された地域協力組織7カ国で発足した。その後アフガニスタンが加盟した。本部はネパールのカトマンズにある。1977年にバングラデシュのジアウルラフマン大統領が 南アジアの地域協力を提唱し、1981年から南アジア地域協力として準備段階に入り、1985年12月8日にバングラデシュのダッカで開かれた第一回首脳会議にサーク検証採択によって誕生した。カトマンズのサーク本部ビル内藤正夫、中村平次編、南アジアの歴史、複合的社会の歴史と、 文化マイナス有比格2006年293から295ページを参照した。アジアの国と地域組織の相互関係 VDEG の国について原則としてオブザーバー参加が承認されている。常設の事務局は1987年以来ネパールの首都カトマンズに置かれている。さらに文化センター、情報センター、海岸地帯管理センター、 森林センター、災害管理防備センターの設置も、決定済み、あるいは検討中である。統合行動計画の地域専門委員会は、2004年1月現在、農業、農村開発委員会、保健、人工委員会、人的資源開発委員会、運輸委員会の7委員会がある。これらの地域センターや、総合行動計画専門委員会の活動は、調査研究、 情報収集、交換、研修、研修、セミナーの開催などの分野に限られている。欧州連合における欧州文化史を参考に、2015年に南アジア地域協力連合文化史都を制定し、アフガニスタンのバーミヤーンを選出した。内藤正夫、中村平寿編、南アジアの歴史エヒストリーオブサウスアジア。 プルーラルカルチャーソサイティー夕日2006年1月190から191ページバーミヤン文化首都に経済復興へ観光客誘致目指す共同通信2015年6月5日ありがとうございます